さあ今日もやっていきましょう。今日なんですけども、ご飯をねせがむ時のムーコの反応がすごく可愛かったので撮影してみました。さあそれではやっていきましょう。さあさあ早速ご飯をせがみに何回も来ていますねこれね、猫ちゃんを飼われている方だったら絶対に分かってもらえると思うんですけど、ご飯を欲しくてせがみに来る時ってすごい可愛いですよね僕ねこれがね本当に大好きで、こうやってねご飯欲しいよ、ご飯食べたいよって言ってくる時がね本当に可愛いですよね。あのね普段はねずっと寝てるんですよ本当に。あ見てるめっちゃ見てる可愛い。あのね本当に普段はずっと寝てるんで、ご飯の時にねこうやってね来てくれるのがね本当に嬉しいんですよ。はい、皆さんはいかがですかね。あこれもうもらえるやったと思って部屋に走っていきましたね早くしてよって早くちょうだいよって言ってますね。こういう風にされるとねちょっといたずらしたくなりますよね。ごめんね向こう動画の撮影のためだからちょっとだけいたずらさせてねって言ってね、こんな感じでほんのちょっとだけねいたずらしてみたりとかするんですけど、こうやってねいたずらして開けてみるといるんですよここに。これがまた可愛い。これが可愛い。いや本当可愛いですね。この可愛さ分かってもらえるといるかな。閉めたらちゃんと待ってんの。これが可愛いんですよ本当に。こうやって閉めると絶対扉の前で待ってるんですよ。これがねめちゃくちゃ可愛いんですよね。これ分かってもらえる人いるかな。ほらほら可愛い。はい、そろそろねあげましょうかね。そろそろあげないとね動画が炎上しちゃうよ。かわいそうだよ向こうつって何やってんだペン早くあげろつって動画がね炎上してしまう前にしっかりとご飯をあげたいと思います。さあそれでは、最後までご視聴の方ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録と高評価コメントとよろしくお願いいたします。最後はねゆずくんと一緒にご飯を食べてる姿で終わりましょう。それでは次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。